倉敷、美味しいお店があちこちにあって、古き良き街並みが残る観光地、そんな場所にちょっと気になるホテルを見つけまして、今日はそこに宿泊します。どんなホテルかっていうと、アフタヌーンティーがついているプランがあるホテルです。ウェルカムドリンクならぬウェルカムアフタヌーンティーですよ。そんなの高いんでしょと思われるかもしれないけど、アフタヌーンティーってお値段ピンキリですけど、数千円はしますからね。でもそのホテル、ゴールデンウィークとかお休みのシーズンは高いんですけど、4月の中旬だと1人で泊まって6000円から、私の場合はダブルルームを1人で泊まって7000円でした。2人で泊まれば1人当たり3,000〜4,000円くらいで泊まれるというお値段設定でした。それでアフタヌーンティーがつくなんてめちゃ安じゃないですか。一体どんなアフタヌーンティーが出てくるんでしょうか。気になるでしょう。ここがそのホテルです。それではお部屋に入りましょう。このカードが鍵になっています。オートロックなので、部屋を出るときはこれがないと部屋には入れなくなります。ここはダブルルーム、二人部屋なので広いですね。布団は柔らかめで寝心地良かったです。ここに収納スペースがあります。机にコンセントが2つ、これは延長コード、ここにも収納、ここは冷蔵庫でした。コイズニのドライヤー、ハンドソープ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、タオルはベッドにありましたね。化粧水などは1階に備品コーナーがあって、そこから好きなものを取る方式になっていました。ソルト、この時は空でしたが、後でまた来た時はありました。定期的に補充されているようです。紅茶は朝はカゴごとなくなっていたので、飲む人はあるうちに取っておくのがいいでしょう。クレンジングや洗顔フォームもあるので忘れちゃっても大丈夫。あと1階にはレンジ、洗濯機、自動販売機もありました。
窓からの眺めいいな。下の立派なお屋敷は Google マップによるとフランス料理屋さんだそうで、博物館とこんなところにバスの駐車場があったのですね。火事になってもすぐ助けてもらえそうな部屋だな。それではアフタヌーンティーへ行きましょうか。係の人に声をかけてテーブルで待つ。しばらくするとやってきました。これはすごいですね。飲み物はドリンクバー的なところでセルフで取ってくるんですが、紅茶の種類がたくさんあっていろいろ飲めました。でもこれって二人用ですよね。係の人には一人ですって伝えたので多分間違ってはいないと思うんですけど、二人部屋に泊まっているのでアフタヌーンティーも二人前ってことなのかな。このお花は食べられるお花だそうです。お品書きに書いていました。真ん中の丸いチョコはこれでデコレーションしてくださいって。最後にやりましょうか。これは食べていい花なのかな。これはお品書きに書いていませんでした。こんな風に猫になるはずが犬になってしまいました。この後夕ご飯を食べに外に出ようと思っていたけど、アフタヌーンティーで満腹で眠くなったので窓の景色を見ながらゴロゴロすることにしました。静かで気兼ねなく一人の時間を過ごせる、こういう時間って大事ですね。あ、そうだ、ここで開封しようと思って持ってきたもの、エコバッグなんですけど、使いやすくて人気があるそうで買ってたんですが、ずっと開封できてなくて、ここで開けてみます。ここをパチッと外して、物を入れてみるとバッグらしくなりますね。しまうときはこの端と端を持ってしばっと、あとはくるくるっと。ああ、これはいいですね。確かに使いやすそうです。さて、今日はもう外に出ないし、お風呂に入っちゃおう。水の出がいいな。入浴剤はホテルにあったものと無印で買ってきたもの。夜と朝と二度入るつもりです。家のお風呂は入浴剤禁止なので、これもホテルの楽しみの一つなんです。こちらもいい香りで良かったです。お風呂の後は電気を消して窓の外を眺めていました。夜用のカメラを持ってきてなくてノイズだらけなんですが、実際はもっといい眺めでした。月も出てて、今夜は満月、ピンクムーンだったそうで、もっとちゃんと撮ればよかった。はい、朝になりました。ここから美観地区へ散歩に行きます。なんかね、美観地区は早朝がいいらしいので、ホテルを出てまっすぐ行けば美観地区です。あ
神社まで行ってみます。花手水、さずき、つつじ、旬の花ですね。神社はもう5月ですね。奥に道がある。富士の花、こんなところにこんな富士の花が咲いていたなんて知らなかった。もう少しで満開っぽい感じですね。ゴールデンウィークあたりかな。朝のコーヒーをと思ったけど、和紅茶が気になったので紅茶にしました。いやー、朝の美観地区いいですね。早起きしてよかった。あとはチェックアウトまでまったりしました。本当はホテルのダージリンを飲もうと思っていたんですが、和紅茶飲んじゃったので水です。ホテルって無駄なものが置かれていないので、いると気持ちもすっきりしますね。音も静かだし、ホテルってノイズキャンセリングできるところなんだな。チェックアウトの時間が近づいてきたので名残惜しいですが、出ましょうか。落ち着けていい部屋でした。使わなかったけど空気清浄機もありました。なんと、チェックアウト不要。カードをここに入れるだけ。実はチェックインもスマートチェックイン対応で、予約時にもらう QR コードを使って端末を操作して行うというシステムでした。朝食もお弁当方式で、備品もセルフだったし、できるだけ人がする作業を減らしてコストカットして、その分料金を安くしているという感じなんでしょうかね。ホテルでした。人にも落ち着けてよかったし、女子会とかでみんなで泊まるのも楽しそうなところでした。今回車で来たのですが、ホテルの駐車場だと2000円くらい料金がかかるというので、私は倉敷駅北口の松パーに泊めました。24時間以内であれば最大1000円で泊められます。もうなんかマルシェ的なイベントやってますね。この時計台、しばらくずっと故障中だったけど直したんですね。北口に来たついでにパリオで美味しそうなたい焼き屋さんを見つけたので買ってみました。お伊勢たい焼き、
中にあんことお餅が入ってて美味しかったです。